どうも皆さん、こんばんは、おはようございます、こんにちは、カリュウと申します。今日はですね、久しぶりに、選手を作ってみた動画を撮っていこうと思うんですが、いつもだったらね、あのプロスピで前はやったんですが、今回はパワープロで、作ってみました。で、今回作った選手っていうのはですね、まだプロに行ってない、まあ、高校生ですね。今年3年生になる、まあ、高校球児なんですけども、まあ、今ちょうどね、時期的に、春の選抜もやっていて、で、多分ちょうどこの動画が上がる、アップされるのが、4月の2日なので、春の選抜の決勝が終わった次の日ですね、アップされる予定です。で、僕がその中でも一番注目している選手がいまして、広陵の真鍋慶太選手、ね、広陵のボンズなんて呼ばれている選手ですけれども、今回はその真鍋慶太選手を、能力値マックス、金徳モリモリで作ってみたということで、お送りしようと思います。はい、では早速ね、真鍋選手の能力見てもらおうと思います。こちらです、ドン。はい、こちらが真鍋選手の能力となってます。星999、ミートパワー、総力、権力、守備も補給すべて S で、まあ金徳、まあモリモリ、能力値マックスということでね、絶対に真鍋選手はどちらかというとね、ホームランバッターなんですけれども、足は決して速くないというか、速いイメージがなかったので、守備もね、まあ、そこそこという、本来だったらイメージなんですが、今回はね、能力値マックスということで、OLS100、そして、いろいろと金徳もつけてます。合計、金徳の数が、1、2、3、4、5、6、7、8、9個ついてます。はい、では、この真鍋選手なんですけども、ちょっと、ペラントレース、ね、ペラントモードで、1年間オートで回してみて、どれぐらいの成績を、叩き出すのか、ちょっと見ていこうと思います。それではオペラの画面へ。はい、ということで、今ちょっとオペラのね、いろいろだ、スターティングメンバーのオーダーのね、設定画面に来たんですけど、今回は真鍋選手、ね、広島出身で、高校が広陵高校、広島県の高校ということで、広島カープに入団させてみました。ね、4番ファーストで固定しようと思います。本来なんかサードもね、回れるみたいなんですけど、ファーストというイメージが僕は強かったので、ファーストだけに守備位置はしてあります。はい、能力もう一回見せておきます。こんな感じです。はい、ではね、この真鍋選手どんだけね、活躍するのか、早速ねオペラで回していきましょう。で、コンピューターの強さなんですが、全てパワフルに設定してあります。アセット見せておこうかな。じゃあ、はい、設定なんですが、こんな風になってます。はい、オート試合の投打バランスがレベル3、キャッチャーリード効果普通、投手攻めの回復量普通で、怪我とか疲労はなしにしてます。で、ノリノリが多めにしてあって、スランプはなしで、交流戦の、セリーグ主催の試合 DHR、 パリーグ主催の試合 DHR で、日本シリーズ DHR、 予選中止はなしとなってます。はい、ということで、では早速回していきましょう。それでは、1年後の世界へ、行きましょう。スキップ。はい、ということで、2022年の10月まで飛んできました。で、結果がね、どうなったか早速見ていきましょう。まずは広島カープの結果から、セリーグとしては2位でした。はい、76勝63敗。やっぱヤクルトがね、強かったです。3ゲーム差を離されての、まあ、優勝、ね、最後の最後まで粘ってはいたんですけど、残念ながらね、最後の最後に追いつかれ、そして抜かれ、3ゲーム差で優勝を、ね、かっさばられたというかね、迎えちゃったんですけれども、でこんな感じで3位が巨人、4位横浜、阪神が5位、6位が中日となってます。で、そしてクライマックスの結果もね、見ましょう。で、2位なのでクライマックスシリーズに出れたんですが、巨人に1勝2敗ということで負けております。で、日本シリーズとしてはまあこんな感じで、村上様が日本シリーズ MVP 取ってますね。まあ去年と変わらないか、オリックスとヤクルトという、この日本シリーズの試合となってます。はい、それでは、真鍋選手のね、シーズンの方見ていきましょう。さあ、野手ランキングいきます。ドン。さあ、真鍋選手、お、首位打者ですね、いきなり。さあ、注目の成績はこちらです。
ドン。はい、打率3割6分9厘、ホームラン45本、打点142、盗塁33ということで、見事トリプルスリー達成でございます。素晴らしいね。ではちょっと細かく成績見ていきましょう。さあ、ヒットの数が198本、もうちょっとで200本でしたね。こちらもリーグトップでございます。でちなみに首位打者というか打率のリーグ2位が佐藤輝明選手なので、打ってますね、さすが。で、スリーベースの本数も、横浜の桑原選手、そして近本選手並んでトップタイですね。そしてホームランの方は、はい、45本でトップです。でこちらもホームラン2位は佐藤輝明選手ということで、やっぱ40本以上打つ感じはね、ちょっとなんか村上宗隆選手を彷彿とさせるような感じですね。でその村上選手はというと30本で第4位ですね。で打点の方いきましょう。はい、打点の方はもちろんトップ142打点ということで、見事三冠王です。ルーキーの時から三冠王、さすが。で得点圏打率もさすが勝負師を持ってるだけあってね、金徳の高いです。4割4分9厘で近本選手を突き放してぶっちぎりで得点圏打ってるということになりますね。そして得点もトップと。で三振の方なんですが、三振の数は、36位と、まあ、少なければ少ないほどいいのでね、80個ということで36位タイとなっております。そして三振の率も低いですね、さすが。さすがね、4番というところでございますが、そしてフォアボールの数、97個で2位ということで、まあ、選球眼もあるということで、ね、村上様がトップですけども、まあ、それでもかなり多い方かなとは思います。でそして4番打者の宿命といいますかね、デッドボールの数は、まあ、4つということで、まあ、そこまで、まあ、ルーキーだったから警戒されなかったのかなというのもあるんですが、まあ、当てられちゃったということでね。そしてバントはさすがに4番だからありませんね、さすが。で犠牲フライが2個で併殺6回、で盗塁が33ということで、盗塁はさすがにトップじゃないでしょね。はい、ヤクルト塩見選手がトップでした。でもトップ10に入って素晴らしいことだ。で、盗塁の成功率も5位に入ってますね。さあ猛打賞の数21回、さすが素晴らしい。そして対左の打率4割2分1、これもトップかな。はい、で対右の方がね低いんですよ、3割5分。トップではあるんだけど同じぐらいかなと思ったらそこまでね高くないということでね。で長打率が7割2分ということでえぐい。そして出塁率もトップ、さすが4割6分8厘。で村上選手もさらに上を行くという素晴らしいバッティングでございます。で OPS が 1.188 ということで、まあ、1を超えたらまあ強打者の証なんて言われてるんですけど、もう余裕で強打者ですね。はい、で守備の方もちょっと見ましょうか。あ、すごいですね、視察ね、あの捕殺ともに、視察がリーグ2位、捕殺もリーグ2位ですかね。はい、で失礼エラーが失策エラー0ということで素晴らしいです。で守備機会もリーグ2位ね、守備率10割ということで頑張ってます。さあゲーム記録もチラチラっと見ますけれども、あー打ってるなー。最多ルール11ね、記録作りましたね。いいでしょう。個人タイトルはもちろん三冠王、そして最多の最高出塁率、これで一応五冠にはなるのか。うん、えぐいな。で月間 MVP 見ていきますと、一応3回取ってますね。よく打ってますね、盗塁もしてるし、さすがだと思います。サトテル選手の5月がすごいな、14本4割4分、えぐい。じゃあ最後にタイトルだけ見て、この動画を終わりにしようと思います。さあベストナイン、もちろん真鍋選手が受賞してますね。でゴールデングラブも受賞と、そして MVP も受賞ということで完璧な1年になりましたね。さあ投票結果はぶっちぎりで真鍋選手でしょう、171票、さすが新人王もね、真鍋選手ですね。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。真鍋慧選手を作ってみたということで、今回はお送りしたんですけれども、まあオーペラでここまですごい成績を残せるというのが分かったのでね、リアルの真鍋慧選手もね、夏もね甲子園出てもらってね、自分のバッティングを磨いてもらってね、ぜひね広島にドラ1で指名されてほしいなーなんて思いました。はい、ということで今回は動画は以上となります。いかがでしたでしょうか。よかったらねこの動画面白いないいなと思ったら、チャンネル登録高評価、TikTok のフォロー投げ銭等々お待ちしております。生配信もねやってますので、てか生配信の方がねもうほぼほぼ毎日やってますので、よかったら見に来てください。よろしくお願いします。それでは皆さんまた、次の動画か生配信でお会いいたしましょう。おつかりゅー。